長瀬角、平野潮の、飛べ、交流に、話し違う、と困惑。その後本人と連絡取り分かい。5人から2人なので負担の大きさが全然違い。そう。7月15日、近畿傷のブンブドゥン、富士テレビ系、で、こう語ったのは、キング・アンドプスの長瀬恋、24。平野潮、26。神宮寺勇太、25。岸勇太、27。 が脱退し、橋山24との二人体制となった不安をとろしたのだ。番組で話していたように長瀬さんには心細さもあるのでしょう。しかし、7月2日には早速ファンミーティングを開催し、8月末からはライブツアーを控えています。新生金プリは順調に走り出しています。テレビ局関係者。一方、平野も再出発を果たした。 7月7日、神宮寺と共に、滝沢秀明氏41、率いる株式会社トベとの合流を発表した。しかし、かつての仲間である長瀬は複雑な思いだったようで、平野さんがトベに合流すると長瀬さんが知ったのは発表の直前だったそうです。そもそも平野さんと神宮寺さんが共に活動していくことさえ長瀬さんは把握していなかったと言います。 前でテレビ局関係者、寝、ね、耳に水だったという戸部への合流。長瀬の驚きも大きかったようだ。脱退後個人個人で夢を叶えるために頑張っていくものだと長瀬さんは思っていたそうです。ところが蓋を開けると、平野さんと神宮寺さんは一緒に行動していくということになっていた。当初は話が違う。と困惑していたと聞いています。前でテレビ局関係者。 長瀬は、まず、平野本人に連絡を取ったという。戸部との合流を知らず、何なんだよ、あいつら。トラック探していた長瀬さんですが、本人から直接話を聞こうと考えたそうです。そして話し合った結果、平野さんらの再出発を応援することが、金プリの未来につながると、お互いに納得したそうです。前でテレビ局関係者。 7月15日に生放送された音楽番組、音楽の日 TBSK では、長瀬と橋の衣装が話題になっていた。金プリが5人として最後のシングル発売時に陣十字さんが着ていたジャケットと似たデザインのものを長瀬さんが着て音楽の日に出演したのです。橋さんは、平野さんが着ていたジャケットとよく似たジャケットを着ていました。 脱退に伴い、長瀬さんと平野さんの船仮説がファンの間で再燃していました。しかし平野さんの今後のためにも、長瀬さんとしては船仮説を払拭したい。そんな思いで、ジャケットを通じてファンに絆を伝えることにしたようです。音楽関係者、和解の象徴となった絆ジャケットが、二組の今後の活躍を支えるはずだ。 女性自身2023年8月8日号